ます。はい、まあ今日はお昼やって夜もやるとこと、ということなんですけど、まあ今回は9時までやる予定です。はい、今日はですね、実は映画を見に行ってきました。今日は映画を見に行ってきたの。何の映画を見たかというと、こちらですね。すずめの戸締まりをようやく見に行けました。これなんか特典のポストカードです。ちょっと裏傷ついちゃった コロナのあるの知らなくて急いで入れちゃったから、ちょっと裏がね、ちょっと傷が、傷というかポコッとついたけど、でもそんな気になるほどではないから、まあいっかって思って。そう、ようやくすずめの戸締まり、今月末で終映ってことだったんで、早く行かなきゃって思って 去年の11月に放送されたすずめの戸締まり、新海誠監督の作品でございます。はい、まあ本当にずっと気になってて、見に行きたいなってずっと思ってて、ようやく見に行くことができました。本当、終映する前に見に行けてよかったです。大体こういう時って終映しちゃってもう見に行けないっていうことがほとんどなんで。まだ見てないよっていう方はもう今月27までなので、ぜひ見に行ってください。そう、主人公のすずめが九州からちょっと旅に出てめっちゃ行くんですけど、一番最初に降り立つのが愛媛県の八幡浜市っていうねところで、すごい、なんて言うんだろう、ああ愛媛だって思って なんか一応愛媛が出てくるっていうのは知ってたからさ、ああこういう、なるほどこういう感じで出るのねみたいな風に思って。まあ嬉しいですね。あ、いや別に愛媛は舞台ではないですね。まあ舞台って言ったら難しいな、なんて言うんだろう。舞台は日本です。なんかどことかじゃないかな。
でもあのスズメちゃんの暮らしてるところは宮崎だったよね確か。で、まあ、そっからとあることがあってすごい旅に出るんだけど、そのうちの一つが愛媛っていうだけで、愛媛が舞台っていうとちょっと違う、日本が舞台です。割とマジで割とマジで日本が舞台って言った方がいいかもしれない。映画館で見ておいた方がいい。そうだな、それはちょっと分かんないかも。でも私は絶対にあの金曜ロードショーじゃ絶対見ないし、そうっていうこともないだろうから、もう映画館行かないと多分見ることないだろうなって思って、そう。もう金曜ロードショーをね見る習慣が私にはないんですよ。そうないんです。はい、だから多分ほんと映画館に直接行かないと絶対見ないんですよマジで。あの DVD を借りたりとか、あの DVD を買ったりしないと絶対に見ないので、そう、まあ、映画館に見に行けてよかった。ただね、その私の前に座ってた人と私の一個隣に座ってた人がめっちゃ食べ物を食べてて、映画館の食べ物、しかもなんか前の人はチーズかかったポテトみたいなの食べてて、めっちゃいい匂いしてた。そう、それが最初はな、すっごいいい香りするって思って、めっちゃ買ってるじゃんみたいな。まあその本当にね、本当に金曜ロードショー見ないんですよ。なんでかって言われても見る習慣がなかったから本当に見なくて、そう、まあ確かに偶然見ることはあるかもしれないけど、そっからあ気になってたんだよねって見るってこともないと思うから、マジで本当に映画館行かないと見ないだろうなと思って、だから本当に見れてよかったです。うん、それぐらいに金曜ロードショーを見ることがないですね。何か言おうかなって思ったけど、特に言うことがなかった。まあ、お姉ちゃんたちは先に見てて、で私はまだ見れてなかったからね、ちょっとお姉ちゃんと感想を言い合いたいなって思います。はい、そう、私は基本的に映画は一人で行くことが多くて、本当感想を誰とも言い合えない環境が割とモヤモヤしちゃうから、本当誰かとお話はしたいなって思うんですよね。まあ、でもなかなか配信だとね、こういう感想だったってあんま言いづらいから、そうそう。
昔の映画は お父さんに見せてもらったことはありますよ。名前を忘れました。見たことあるのは荒野の決闘だっけとか、あ、でもローマの休日は見ましたね。なんか一時期その高岡家で毎週木曜日に映画を見ようみたいなことをやってて、で今週は誰々の見たい映画ねとか、じゃあ今週は私が見たい映画ねとかっていう風にやってて、でお父さんがそのローマの休日と荒野の決闘を見せてくれたんですよね。あと昔なのかわかんないけど、バックトゥーザフューチャーは見ました。あの学校の授業で、2の途中で止まりました。学校の授業でそう、なぜかっていうと学校の授業にも終わりがあるからさ、もう途中で終わっちゃったんだよね。そう、そっから見ることなかったんだよね。私は疑問でしょうがなかった。なんで日本史の授業でバックトゥーザフューチャー見てるんだろうなって。まあその時もその授業の内容が全部終わっちゃって、もう3学期の最後とかだったんだけど、そう授業が全部終わっちゃって、内容がで2日 2,3 日ぐらい残ったんですよ、授業が余って。でそれでバックトゥーザフューチャー見ようってなって見たんですよね。あと映画何見たかな、昔の映画。あんま昔じゃないけど、よくおなんかあのなんかもう一回見たいなって思うのは北京バイオリンかな。ちょっと記憶が曖昧だけど北京バイオリンですかね。あとスターウォーズ、スターウォーズだっけ、スターウォーズか、スターウォーズも見たんだよね確か。あ、昔っていうのか分かんないんですけど、昔の映画がどれぐらい昔から、何年前からが昔の映画になるのかがよう分からんのんですけど、でもその昔の映画って言われて思いつくのはそこら辺かな。まあ基本的に私アニメーション映画以外見ないからさ。そう、あーディズニー映画か。だったら不思議の国のアリスかなは見た。あとは昔って言われると難しいんだよな。そんな昔っていうとマジで難しい。ちなみに何の映画が好きですかっていう質問には、私はスパイダーマン、スパイダーバースト、カーズとズートピアって答えます。
あ、でも今日ね、映画ってさ、映画館ってさ、映画始まる前に予告が何個か流れるじゃないですか。そしたらプーさんのさ、ホラー映画の予告が流れちゃって、もう私ね、もうちょっと本当にもうそれだけはちょっと無理かもなーって思って、画面は見ませんでした。音声だけ聞きました。もう全然なんかピグレットといいよって言ってるのだけは分かった気がする。いいよだった気がするんだけど、いや本当にね、そうプーさんのホラー映画、もうなんで、もうびっくりだよ、どうしてホラー映画になっちゃったのって思って。私はまあディズニー作品の中でもプーさんはそれなりにすごい見てきた方だからさ、ちょっとね、だいぶ抵抗がある。ちょっとどころじゃない、だいぶ抵抗ある。そう、まあそれは置いといて。あ、でもこの前「名探偵コナン」見に行った時に、スパイダーマンの新作「アクロスバース」だ、ちょっと名前をど忘れしたけど、あれの予告がね流れてて、もう本当に楽しみ。あれ、そう、ムビチケを買いたいなって思うんですよ。初めてムビチケ買おうかなと思ってる。それぐらいに楽しみです。そう、さっき挙げた私の好きな映画の「スパイダーマン、スパイダーバース」の続編ですね。でもなんかまだまだ先だと思ってたのに、もう2023年なんだ、怖ーって思って そう、ちょっとまあいつ見に行けるか分かんないけどね、ちょっと本当は公開初日とか見に行けたらいいなって思ったけど、まあ見に行けるかどうか分かんないからさ、でも絶対にもう見に行きます。アクロス・ザ・スパイダーバースか、ありがとう。ちょっとね、名前をど忘れしてしまったんですけど、教えてくれてありがとうございます。マジで楽しみ 声でか 声がでかかった今。いや、やっぱその時はカレンちゃんと一緒に行けたらいいなと思いますね。そう、カレンちゃんとスパイダーバース見に行って、カレンちゃんがスパイダーマンにハマってくれたからさ、そう、私家にマイルスとスパイダーマンいるから、ピーター・パーカーの。難しいな、あれももう4年ぐらい前ですよ、2019年とかかな。難しいな、あの頃だった気がする。私が東京駅をレッスン着でうろうろして、で東京駅のお洋服屋さんで30分ぐらい悩んで、初めて東京で買った洋服があるっていうのを覚えてます。しかもその時スパイダーマンの T シャツ着てた そう、
そうで、その服着て見に行ったから、スパイダーマン。例えば最近ね、ちょっとゲームセンターによって、ゲームセンターに寄ることが何回かあったんですけど、そう、まあ今日も寄ることはあったんですよ。でもやらないんだけど、景品見るのは好きです、すごく。やっぱお菓子が景品のクレーンゲームってめっちゃなんか憧れるんですよ。ただクレーンゲーム下手すぎるからやらないんだけど、そう、本当にいいなって。もうああいう箱に入ってるような大きめのお菓子とか欲しいなって思うんですよね。そう、そうなんだよね。ただやっぱ、わあ、このクレーンゲームいいなみたいなのなあるんですよね。景品欲しいなとは思うんだけど、なかなかちょっとね、やってみようっていう感じにはならないね。でも結構なんかサンリオはハロウィンの時期めっちゃ可愛いの出るんですよ。ただそのクレーンゲームでしかない、 UFO キャッチャーでしかないんだけど、それを普通に売ってほしいって思うぐらいにはめっちゃ可愛いんです。そう、そう、毎年ハロウィンの時期になったら出るんですよ。そのだいたいナムコさんなんですけど、限定のグッズが、それが毎年めっちゃ可愛いんだよね。そう、そう、限定品、そう、プライズ限定とか、プライズだっけ、あるよね。本当にそれがね、もうなんかめちゃめちゃ可愛いんですよ。しかも欲しいって思うんですよ。ただ全然取れない。そう、一回試したことはあるんだけど全然取れませんでしたね。まあ、1回だけ中学生の頃にぬいぐるみを取ったことあったんだけど、まあ、2000円ぐらいかけましたね。うん、よく取れたなって思います、今思うと。うん、お首が。
本当にね、だからもうクレーンゲームはマジでやらないです、なかなか。でもあと何回プレイしたら缶バッジプレゼントみたいなので名探偵コナンとコラボしてて、でそれでクレーンゲーム何回かやったことあって、その時もね、あの、まあ、大体対象クレーンってコナンのグッズなんだけど、なんかあとちょっとで取れそうじゃないみたいな時があって、で取れたことはあります。セラさんのアクリルキーホルダーです。そう、あの決められた回数プレイしたら缶バッジもらえるしさ、そう取れなくても何かしらもらえるっていうやつがあるから。ね、いいよね、そういうの最高だぜ。でも本当にそのクレーンゲームのお菓子、景品お菓子のものは憧れがすごい、マジで心わく踊る、すごいウキウキする。でも本当になクレーンゲームめっちゃ頑張ってる人を隣で見たいんですよね。なんか見たくなっちゃう、自分ができないから。向こうからしたら相当迷惑だろうなって思うんだけど、ちょっと遠目に見ちゃう、わすごいみたいな。さあ、まあそういうことが今日はあったよみたいな。だいぶ戻ったけど話でした。さあ、こっから何の話しようかな。三角、三角の中にいる私。何の話しようかな。
この夏挑戦したいこと。あ、朗読劇は挑戦したいことっていうか、もうこの夏頑張ることですので、ちょっとね違う。そう、まあ、さっき話したんだけど、まあその7月16日に浅草歌劇場の方で長久保孝一の極めて怖い話2023という朗読劇に出演させていただきます。で、今日からまた先行受付始まってるので、別のぜひ気になる方は見に来てくださったら嬉しいです。でもこれは挑戦したいことではなくて頑張ることなので、ちょっと違うなと思ってます。はい。そう、挑戦したいだとね、か、あのやれるかどうか分かんないから、その挑戦できるかどうか分からない過程の状態だからな、私の中では。そう、あ、そう、今年の夏はね、7月16日はみんなで寒、ちょっと寒いじゃないな、ちょっとひんやりしましょう。まあ、ぜひね、いろんな方に来ていただけたらいいなと思っております。まあ、どういう感じになるか詳細とかまだ全く発表されておりませんけど、楽しみにしてください。はい。まあそうだな、挑戦したいこと一つあげるとした、まず一つあげるとしたら、ネイルチップをつけてみたい、つけたいなっていうのがあります。私は2人はプリキュアのネイルチップを注文してまだ届いてないんですけど、それをつけてお出かけしてみたいな、してみたいなっていうのはありますね。まあ挑戦したいこととはちょっと違うかもだけど、そう、それがちょっと目標の一つでもありますね。
あ、あとは挑戦したいことじゃないけど、本当沖縄にね行けたらいいなとは思うんだけど、まあ行けるのかどうなのかちょっとわからないねっていうところですね。そう、私中学1年生までは基本的に毎年夏休みに家族で沖縄旅行に行ってて、そう、それまでずっと。で、まあ中学2年生、そのチームメイトに入ってからはそれが全然できなくて、でだから久しぶりに夏に家族で行きたいんだよなって思って。どうしても行きたいお店があるんですよ。そう。あとは、まあ、与那国島にまた行けたらいいなって思います。はい。それじゃあ今日はここら辺で終わりにしたいと思います。21時になったので。沖縄でモノレールは乗ったことあるよ。じゃあランキングを読んでおりますね。13位から13位、七田さん。12位、W 流星さん。11位、ダニーさん。10位、川広さん。9位、よしおさん。8位、としくんさん。7位、ものさるさん。6位、大粒ちゃん。5位、TK つけじさん。4位、マモさん。3位、夏目さん。2位、玉国さん。1位が、はやちゃんさんでした。はい、それでは今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日。おやすみなさい。ありがとうございました。おやすみ。